後半の前半の本当終わりのいい時間に1点が取れたんでね、まあ、その1点はチームに余裕をもたらしてくれたので、後半もいい入りが出てきたと思いますし、まあ、ただ最後ちょっと最後というか2点取ってからちょっとバタバタする場面もあったんで、ね、まあ、その辺は自分とね、シンポジウムが入ってちょっと落ち着かせたかったなと、そういう意図を持って自分たちも入りましたし、まずは本当に2対0、まあ、ゼロですというか相手の失点をゼロで、ね、終わらせたいというのがまずあったので、ね、はい、まあ、その2対0で終わらせることができてよかったかなと思います。落ち着かせたかったという話がありましたけれども、鈴鹿に来て公式戦では初の途中出場ということになりました、はい、そのあたりどうですか。途中出場のね、やっぱ難しさっていうのはありますし、やっぱ流れを見てないといけませんし、選手の精神的状態、肉体的状態、状況というものを、ね、見極めなきゃいけませんし、あと点差だったりとか時間だったりとか、まあ、いろんな要素がありますので非常に難しいですけど、まあ、今日約25分ぐらいあったんですかね、20分ぐらいですかね、ある中で、まあ、2対0という局面で、まあ、相手は当然1点取りに来てますから、そんな中でバタバタさせずに、やっぱ自分たちがやっぱ主導権を握ってボールを動かしたかったんですけど、やっぱつまんないミスがどうしても出てしまうと、なかなかそういう自分たちのペースというわけにはいかず、まあ、お互い行ったり来たりのゲームがちょっと続いてしまって、まあ、そういう意味では、まあ、大学生とチームレベルの差っていうのがある中でそういうサッカーができなかったってことはやっぱ反省しなきゃいけないというか、リーグ戦ではこれでは勝てないんじゃないかなと思いますので、ね、三浦選手にとってこう何度も経験してきた天皇杯という舞台を予選から戦うというのはご自身にとってどうでしたか。まあ、それはあまり意識しませんでした。別に特に この天皇杯の予選という意識は別にそれを持たず、天皇杯の僕にとっての1回戦という気持ちでやりましたけど、負けたら終わりと。最後にその三重県の代表になる決勝戦受けての意気込みをお願いします。まあ、これからね、伊勢志摩のチームと三重ピアティングがやるんですけど、まあ、両チームともね、非常にしっかりしたチームですから、まあ、どちらが来ても、自分たちが主導権でサッカーできるようないい試合を次もしたいなと思います。92年にナビスコ杯でこちらで名古屋でやった、はい、それのなんか思い出したりとかそういうものって改めてアプリしてるのか。あんまりないですここだったってことはその話になりましたけど、はい、知り合い前にチームの子たちとね、うん、特にそのことがどうなのってことはなかった。その試合ってよく覚えてますか。よくは覚えてないですね。自分があの PK で入れたっていうのを聞いて、あの試合かっていう感じですね。ここだとは思わなかったですね。まあ、これでプレーされるのはそのナビスコ杯以来なんですかね。そうですね、30年ぶりぐらいですか。まあ、今日はその途中出場されましたけれども、あの攻撃の面でもいい位置でボールを持ってプレーされてたと思うんですけど、今日のご自身のプレーのについてはどんなふうに思いますか。どうですかね、まあ、特に自分でコメントするようなことはなかったんじゃないかと思いますけど、まあ、いい部分も出たし、まあ、チームとしてもう少ししっかりチャンスを作りたかったなというのがありますね。それがちょっとできなかったのが残念ですね。よろしいでしょうか。はい、どうも。ありがとうございました。